じゃあ10レース走られます。広島の松浦選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、前走は平塚のオールスターでアクシデントありましたけども、振り返っていただいてどうでしょうか。まあ、シリーズ通してあの焦りがあったかなっていうふうには思いますし、まあ、いいレースはできなかったなとは思ってます。まあ、少し落車もひどいかったと思いますけども、体調面というのはどうでしょうか。まあ、落車してしばらくですね、まあ、10日ぐらい入院して、まあ、その後も何日かはかなり体調も優れない感じだったんですけど、まあ、今月入って体調良くなってからはしっかり練習でき始めて、まあ、徐々に感じも良くなって、まあ、直前の感じは結構いいものがありました。でもそれで感覚が良かったので、まあ、走ろうかなっていうふうに判断したっていう形ですか。はい、まあ、結構まあ、走るつもりでやってたんですけど、まあ、ギリギリまで悩んだんですけど、まあ、走れる状態だなっていうふうに判断してきました。まあ、落車でフレームとかっていうのはどうだったんでしょうか。フレームはダメになっちゃったんですけど、まあ、同じものを持ってきました。以前使っていたものをっていう感じですかね。はい、初日なんですけども、まあ、中国2人と四国2人という形でなりましたけども、松浦さんはどういうふうに走られますでしょうか。まあ、犬伏君と佐々木君のラインには今年高松でついているんですけど、まあ、達也さんいるんで、まあ、しっかり自分で自力で頑張りたいなと思ってます。やっぱりメンバー的に見ても、まあ、動けるタイプが多いので、やっぱ位置取り重視に最後立てるって感じですかね。まあ、後手は踏めないかなっていうふうには思ってますし、まあ、しっかり位置は確保しに行かないといけないなとは思ってます。まあ、ここの宇都宮は昨年記念走られて決勝で、あとウィナーズですかね、はい、まあ、決勝で準優勝だと思いますけども、印象はどうでしょうか。まあ、結構やっぱりかかったらかかるんで、まあ、メンバー的にかけて強い選手が多いですし、まあ、前々行かないとなっていう印象はシリーズ通して持っていかないといけないなとは思ってます。わかりました。では最後4日間意気込みをお願いします。はい、まあ、今の状態でしっかりできることを精一杯やります。どうもよろしくお願いします。